かねさんこんにちは、あかんですよ。で、皆さんこの正月エンマに SSS で決められて混乱かかった時どうしてますでしょうか。これはですね、ワンポイント間操作が反転するということで、右に行こうとしたら左に行って、前に行こうとしたら後ろに行ってみたいな感じで非常に戦いにくいわけですよ。なので他のキャラをね仕方なく使っているっていう方も結構いるかなと思うんですけども、今回はですね、あえて混乱かかったまま戦っていったら割といけるんじゃないかということでやっていきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで攻めの相手ネット2960で月見アイドルライラ正月エンマの編成となっております。まあ実はですね、この動画を撮ろうと思ってもう3日経過しているんですよ。もう1日目の時なんかね、本当にもう全然慣れなかったんですけども、まあ少しずつ慣れていってですね、もう今は結構ね、扱えるようになったんで、やっと動画できるっていう感じで今ここでね見せているという感じになっているんですけども、この試合中はですね、集中しすぎてね、喋ることがおろそかになりまくったんで、ちょっと後取りの声となっているんですけども、ね、この前というか、その正月エンマの性能紹介動画の時のコメントで結構面白いなと思ったが、この白猫デニスをプレイしてる画面をパソコンとか他のディスプレイに映した状態で、この端末を逆さまにしてプレイすることによって、もう自分がね左に操作したら、まあ、左にキャラクターが動くようにできるんじゃねみたいなことを言ってる人があって、実際にすればね可能だったりはするんですけど、フリックの方向はそのままだったりするんで、思った方向に球がいかなかったりするんで、まあ、それやったら普通にこの操作反転に慣れた方が戦いやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、先ほども言った通りですね、この操作反転っていうのは右に移動しようと思ったら左に行くっていう感じになってるんで、右に行きたければ左にね、フリックというか、そのなんて長押しをする必要があるんですよ。そのタップしてから左にグイーってプニコを伸ばすっていう操作ですね。で、まあ前に行こうと思ったら下にギュイーってやったら行くって感じではあるんやけど、意外とまあこの仕組みを分かるというか、ちょっと慣れてしまえば、まあ2日ぐらいあれば結構慣れてきたりはするんで、よかったら皆さんもやってみてください。まあ、僕もねこれエンマ持ってるんでエンマ使ってはいるんですけど、結構ね混乱かけられると、まあ、違うキャラを出したりだとか、まあ一瞬で失点してしまう方がね結構多かったりはするんですけども、意外と戦えることが分かったんで、ぜひ試してくださいという感じの動画になっております。ただまあやっぱりですね、正月エンマはフォア側で SSO を打つと結構ね球速速かったりするんで、結構失点したりするんですよ。実際にこの試合でも 0-4 まで追い込まれたりしたんですけど、もうほんまにヤバくて、相手ね今回ヘリオやからまだマシですけど、オラクロブラハなんか持っとったらもっとヤバくて、まあそのなんていうの、相手の速い球が飛んでくる可能性が2倍になるわけじゃないですか。なので、それに飛んでくるタイミングも、大体、オラクロブラーハの場合であれば30秒に1回ですし、まあ、エンマの SS も大体30秒に1回ぐらいなんで、まあ、それも意識する必要があるっていうのと、まあ、とっさに、速い球が左に飛んできた時に、果たして操作反転の状態でちゃんと左に行けるのかって問題もあるんですよね。まあ、今までずっとさ、まあ、何年かも白猫テニスしてる方も結構いるかなと思うんですけども、体が染みついてるんですよ。左で速い球飛んできたら、もう左に行くように体ができてるんですけど、それが操作反転かかってるとですね、もうもうすごい勢いで逆方向これ発してしまうんですね。なので、まあこの僕みたいにこれエンマ使っとったらエリア広いんで、真ん中ら辺でねスライス待機してね、タイミングだけ合わせてラケット振るとかでも取っていくのは結構簡単かなとは思うんですけども、違うキャラを使ってるとやっぱりどうしてもスイングエリアがそんなに広くなかったりだとか、走りもそんなに速くなかったりして結構厳しくはあるんで、まあすごい結構悩みどころではあるんですけど、まあ、2戦目の時はねテレシア使ってエンマに対して操作反転食らったまま戦ってたりするんで、よかったら2戦目もね見てくれたらなと思うんですけども、まあこの試合はですね、先ほどまで、まあ、0-4 でね結構えげつなく追い込まれていたんですけども、まあ初めというかなんていうんですか、 0-4 から1点取る時の間に相手がアウトしてくれたおかげで結構ね追い上げることができたって感じですね。この時はすごい嬉しかったです。でも相手もですね、まあ、僕が SS で得点したことによって操作反転かかったんですけども、その時は漏れなくですね失点していると。でしかもこの操作反転にずっと耐えれたとしても SS でまた決められてしまうとですね、また操作反転かかるわけですよ。なので永遠と操作反転のまま試合を続けなければならないっていうね、まあ、非常に地獄のような状況が続いたりするのでね、このずっと操作反転3ターンぐらいかかってる時とかたまにあるんですよ。その時にというか、その次の時に SS に決められずに元に戻った時、逆に取りにくいっていう事態まで発生したりするんでね、それはそれで困るんですよね。なんか今まで操作判定やったりさ、かかってないんかいっていうの。あとはなんか赤髪の冒険家とかさ、黒の後継者とか、あとバイスとかもそうやねんけど、あの子たちってこの操作判定の効果効かないんですよね。あとまあ状態異常無効系のキャラもそうなんですけど、なのでまあそのなんていうの、今までクレーコードやったらその辺のキャラ僕入れていないんで操作判定食らうんですけど、雪コードにこのエンマが来た時って僕結構赤髪の冒険家使ってたりするんで操作判定食らわないんですよ。なので相手が左側にもうレシーブの時にボン打ってきた時に逆側に走ってしまう癖とかもあったりするんでね、これからそれはちょっと頑張って直していきたいな
と思っているんですけども、難しいよねこの操作反転になれるとか。なんかチビキャラとかさ、あとエアボードのキャラもそうやけど、そういう系のキャラばっか使ってるとなんか感覚がおかしくなるというか、なんかエアボードのキャラってさ、そのロムが高くなくともなんていうちょっとハイジャン的な位置でスマッシュ打てるじゃないですか。なのであんまり後ろ下がらずにスマッシュ打ったりするんですけども、他のキャラにねいきなり変えた時にですね、なんか空振ることがよく多くなってしまうみたいな。最近はもうほとんどなくなったんでよかったんですけど、まあカイクロカは僕初めてのエアモードキャラだったんです。その時はですね、ほんまにずっとクロカ使っていて、まあ結構エアモードにも慣れてきたなっていうタイミングで他のキャラを使ってしまうと、もう全然ねスマッシュ空振ったりだとか、なんか走りが遅くて使いにくかったりとかして結構やばかったりしたんで、ね、結構慣れって怖いですよね。ほんでまあ慣れで言うと、まあ、一番今までで驚いたのはあれですよ、あのセイバーオルタの弾が超遅く感じるってやつ。僕も動画で多分ね 1,2 回言うててライブ配信でも言うたことはあるんでね、まあ聞いたことある方もいるかなと思うんですけど、セイバーオルタの弾、まあ当時やってた方めっちゃ早かったじゃないですか。あんなの取るん絶対無理みたいな。しかもあれ失点したら SS ゲージダメージずっと食らうから、もう SS が延々とたまらんで、一回も SS 打つことができずに試合を終えるってパターンがねほとんどだったんですよ。僕は結構そうだったんですよ。なので来たらあもう終わったとか思いながら試合やってたんですけど、今ねたまに来るんですよ。まあセイバーオルタはほとんど来ないですけど、昔のキャラとか来た時になんかあれなんか昔じゃ超速くて無理やと思ってた相手の球がめちゃめちゃ遅く感じます。マジでセイバーオルタに関してはトレーニングモードとかで SS ゲージ 100% にして、ちょっと相手にすぐ SS 打ってもらえるようにしてね、ちょっと試していただけたらなと思うんですけど、嘘みたいに遅くなってます、はいぜひとも。あとはそれの逆パターンで驚いたんは、なんか5周年アイリスいるじゃないですか。あの子のね特異状態怪獣のくるくる、あれ取るん結構難しいかなと思うんですけど、あれなかなか早いじゃないですか。やねんけど、昔のコラボキャラであるテニプリの白石もですね SS がくるくるのショットなんですけど、アイリスと比べ物にならないぐらいで速度が速いですよ。もうこんなん絶対取れへんやみたいな速度でブワー回って、ジャキーンって結構低バウンドなんで取るのも結構難しかったりするんで、もしもあの子持ってる方はですね今使ってみると、割とそのアイリスに慣れてる人からしたらというか、まあ昔やってなかったりあったり久しぶり当たった人であればね、取るの結構難しいかなと思うので、よかったらそういうね昔のキャラとか使うの結構おすすめですよ。特にまあ白石なんか SS 回転率結構良かったりしますし、あとまあでも昔のコラボキャラ強いよね。テニプリなんか特に強くてさ、なんか例えば手塚とかまあ結構やばいじゃないですか。まあ最近打球効果向こうが多いからまだマシですけど、もうほんまにねちょっと前やったら3ヶ月前ぐらいやったらもうだいぶやばかったんちゃうかな。もう打球効果向こうないから全ての球吸引しよるんですよ。でまあプレミオとルミエリーダーで SS をもうほぼループできる状態にしたら、もう手塚ってね SS まで吸引させるっていう能力持ってるんですよ。なのでほんまに何も得点することができない。確かジャストは抜けるんだよ。それはちょっと確かではないんやけど、もう本当にね不可能な状態っていうのが続いて、しかもなんか吸引する球自体も割と速くて空振る可能性もあったし、 SSS もめちゃくちゃ速い、プラスなんか端末が謎に固まるっていう。俺これ iPad Pro の2020年版使ってるのにもかかわらず全然固まるんですよね。越前の時とかもそうなんですけど、多分普通にねエフェクトが重いんですよね。赤髪の冒険家もさ3打球に1回めちゃめちゃ入れ番ギミックブワー生成して戦ってくるかなと思うんですけど、あれもたまにね重たくなるんですよ。なのであれはほんまにねやばいっすよね。もう確定いってんですよあんな極限ショットより取れないですよ。極限ショットはまださ左右どっちかにグワー走ってラケットブワー振ったりとか、まあ、瞬間移動した瞬間にもうめっちゃラケット振ったりワンチャンあったりするんですよ。それよりも立ち悪いのがもう固まる SS あれの対処法ないんですかね。僕はこのなんか白猫デニスの設定のところからなんかコート背景とかさ、もう僕なんかちょっとそっけない感じの背景になってるじゃないですか。それだったりとか SS のこのなんかエフェクトを軽減するモードみたいなのにしているんで、多分これ以上施しようがないと思うんですよね。一応まあこのキャラクター品質みたいなのは綺麗さ重視にしていたりとか、あと UI 値やったっけ、なんかもう綺麗さ重視ではあるんやけど、割と端末のなんていうんですかスペックも高い方ではあるとは思うんで、ガチであれはえげつないと思うんですよね。ただなんかずっと耐えて耐えてで SSS 打ってしまえばもう勝てるんじゃないかってレベルの、まあ、固まり方するんでね、まあ、たまに固まらない時もあったりするんですけど、そのなんか差がわからないというか、なんで今回固まらんかったんやっていう感じではあるんで、ぜひなんか対処法があれば教えてください。
まあ、あと使ったら楽しいキャラと言ったら、まあ結構昔すぎて、まあ SS とかの性能がわからないであったりとか、まあ SS の起動がわからないでもある程度強かったりはしますよね。なんかこれまっすぐやと思ってたヒエンとか、でなんか新規転生か解放来たことによって SS の起動変わってるキャラとかもおったりするんですよ。なのでそこであえて転生のキャラじゃなくて、普通に元の状態で SS 打ったりとかしたら決まるみたいなのもあったりするんで、ね、それも面白かったりはするんやけど、それがどのキャラかは忘れた。ミレイユやったかな、ちょっとそれは全然覚えてないんで、ぜひね、あの自分で探してくれたらなと思うんですけど、でも途方もないね、そんなんやってたらね。でもまあ言うて20体ぐらいかな、だからまあ探せんこともないとは思うんやけど、はい、まあとりあえず昔のキャラ使うの面白いですよって話でした。ということでまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。